さあ食べていきましょう。これ20分ほどね、タレにこう馴染ませてね、漬け込むというか馴染ませるというか、でこう砂肝もねちょっと珍しく素揚げにします。でキムチとチャンジャという最強の布陣でお送りしたいと思います。着火いたしまして、怖いですね。でこれね、アルミの小さいパン、これまあソースパンですね、フランス料理なんかで使われるこうソースを作る用のちっちゃいアルミパンですね。では行きましょう。カルビの焼ける音が高らかに開会を告げます。そしてビール行きましょう。これなんか瓶ビールなんですけど、ちっちゃい瓶のね。でこれなんとかビールみたいな、天空のビールみたいな、そんな名前のやつやったんですね。いやー、いい具合に継ぎたいですよ。ナイス、いい具合、目が怖い。乾杯。ちなみにこのグラスは温度で花火の色が変わるっていう、そういうグラスですね。普段そんなにビール飲まないですけど、この夏のね焼肉だけはちょっと一杯目ビール行きたいところですね。裏返していきましょう。いいですね。このチャンジャもうまかったですね。あの品川、あのこの日大阪帰りやったんで、品川駅の上のあのスーパーで買ったんですけど、チャンジャもキムチもあそこのやつは結構美味しいですね。キムチ、あのナイロン袋みたいなのに入ってる、あのああいうキムチがなんか美味しいような気がします。あ、いい感じに表面が少し焼き色がついて、大炎上しています。大炎上してますけども、これはもうこういうもんです。カルビ焼くとね炎上しがちです。いただきます。思わず声が出ております。うまいですね。うん、今猫がちょっと周りにいるもんで、デヒレ、肉焼いてキムチ食ってビール飲んで、肉食べてちゃんじゃ食ってビール飲んでっていうの、これ無限ループですよ。これは うまい。それはうまいわ。今回買った肉がこれね、カルビとヒレのなんかセットで売ってたんですけど、バランスいいですね。この油たっぷりのカルビと油のないヒレと交互に食べていく感じがね、ちょうどバランスがいいですね。あー、これカルビってビジュアル、どんどんいきましょう。でこれね、あの一応うちこれ真上に換気扇があるんで、ここの換気扇の真下にね、このコンロの上のところにこのカセットコンロを置いてやっております。
皆さんね、ご家庭でもしこれをやる場合は十分に気をつけてください。換気のできる状態で。でこれアルミパンね、ちっちゃいやつで油をね温めてこれから素揚げにしていくんですけどね、もちろん熱い油が入ってますんで決してひっくり返さないように。焼肉屋さんなんかでもね、アルミホイルので作った器、なんか器みたいなのにニンニクのオイル焼きみたいなするじゃないですか。あれね、割と炭火でやってると、炭火やったらまだ油バーってかかってもそこまで火はぐわーっとは上がらない。まあそれでもまあ多少は上がるんですけど、でもちょっとカセットコンロとかね、ガス火やとね、油が一気にぶわって上がってしまうんで特に気をつけてくださいね。多少のことではね大丈夫ですけどね、こうやってもう肉の油はこうやって落ちるっていう前提でちゃんと作られてる商品なので、多少の油が落ちてももちろん全然大丈夫ですけどね。うまいな焼肉って。もうこれ一人でね、これ一人でこれやってるとね、お皿も正直もうチャンジャのパックに入ってた、パックにこのチャンジャを開けて食べてますし、まあ、キムチはねナイロン袋に入ってる系のキムチ買ったから器に移してるんですけど、あともうタレはもう漬け込んでるので、もうタレをつけずにね、食べるときはつけずに食べてるから、お皿がね極端に少なくて済むんですよね。さあカルビが焼き上がりました。やっぱこのカルビ、いやこれね、皆さん白飯食わへんのかいっていうふうに思ってはると思うんですけど、食べたいですよ本当は。食べたいんですけどね、なんとなくこの日はちょっと我慢というか、お肉とビールを純粋に楽しもうということで白飯は食っておりません。さあこれね、この間熱海行って、熱海でね、熱海の居酒屋さんですんごい美味しいとこがあって、そこで食べた砂肝の素揚げというメニューが、あれはいいなと思ったんで真似させてもらいました。本当に簡単ですね、これ油で揚げてるだけなんで、何もつけずに揚げてるだけなんで、もしかしたら僕が居酒屋さんで食べたメニューはちょっとぐらい片栗粉とかまぶして揚げてカリッとさせてはるかもわからないんですけど、ちょっとめんどくさいんでとりあえずただただ素揚げにしまして、そこにちょっと塩を振っていただくと。その場合やっぱりこの味付けが本当に塩のみでいってますから、お塩はできればねちゃんとした美味しいお塩でいただきたい。偶然なんかもらい物のちょっといい塩があったんで今回はそれをつけます。カルビーの油が落ちてそれが炎上するでしょ。でこの炎上した油でまたカルビーを焼くっていうのがね、ちょっとこう表面バッと直火でブワッて炙るみたいな感じがいいですね。さあそろそろ砂肝が上がりましたね。ほんまやったらねクッキングペーパーかなんかの上に一旦置いて油、余計な油を取った方がいいんでしょうけどね、めんどくさいんでまんまいきます。塩つけました。これうまいんですよね砂肝って。僕大体焼くしか調理法なんかやってなかったんですけど、素揚げで美味しいんやっていうね。これ結構おすすめですね。でもこのくれぐれも油ひっくり返さないようにね、熱いんでね、お酒とかこうそうこんなにもなります。今砂肝がねパンって弾けてね、恥ずかしいですね、びっくりする顔。
TikTok で昔あの海外の人で肘経由であの塩をかけるシェフの人いましたけど、あの人今どうしてるんですかね。ドバイかどっかの人なのかな。さあそろそろお肉の方がなくなってきましたよ。案外ね、このね食べ方、お肉いってなんかキムチいってビールいってとかやってると、なんかね割と白ご飯なくても満足感が、まあ、僕ねあんまりお酒とか特にビールがそこまで強くはないんで、好きなんですけどね、強くないんで割と本当にねコップ一杯ぐらいで満足してしまうので、ご飯食べなくても大丈夫であるというところはあります。今ちょっと今午前中にこのナレーション撮ってるんですけど、今ねちょうどうちの猫がですね朝ごはんを食べ終えて満足そうに舌をペロペロしております。砂肝がどんどんと上がってきております。わあ、いい色ですね。いいですよね。やっぱこのカルビの焼けてるビジュアルってやっぱり強いな。でこれやっぱ序盤とね後半とやっぱり肉の焼き方変わってきますよね。後半になるとやっぱりこう割と油をしっかりめに落としたいっていうので、しっかりめに焼く感じになってきますよね。はい、一口でいかずに半分食べて、でキムチでしょ。だから後半に来てるんでね、ちょっとこのちょっとずつ食べてますね。焼肉をカルビを惜しむかのように。キムチも当たり外れありますからね、やっぱ自分の好きな感じのキムチに当たるとすごい嬉しいですよね。今回のキムチは結構好きな気持ちでございました。この砂肝本当揚げるだけやからすごい便利ですよ。で、の揚げ油もあの、まあ、砂肝をちっちゃく切っとけばそんなにいらないんで、本当になんかちっちゃいやつがあればそれにちょっとだけ油入れてって感じでいけるんで、さよなら。